お願いします。おい、やっと出た。まあ、寝てるかと思ったよ。もうすぐ着くぞ。はいはい、ちょっと切れ支度するわ。はいよ。はい、はいはい、開いてます。きっと、おいっす。ういっす。ちょっとマジで足場ないじゃん。おいおい、お前これほんと出発できんのかよ。ごめんごめん、いやもう行きます。ありがとうね、昨日の行で来てもらって。いいけどさ、大体準備できてるから。いや嘘つけよ。やばいやばいやばい、まだ忙しそうにしてるじゃん。いや飛行機フライト何時だっけ。17時半とか。17時半、うん。ああまあじゃあ間に合うか。あでもさ、お前遅れても俺のせいにすんなよ。今日こそ混んでそうだし。いやいやいや、もう成田まで送ってもらえるだけでありがたいっすから。まあまあまあ、とりあえず早くして。これかけなきゃ。あと何だろう、早くしてくれよ、ほんとに。大丈夫かな。なんもない。あ、それこれ、うん、なに、テント。あとこれ、はい、こんなのも必要なの。テントも必要。すごいな。大丈夫かな。全部、うん、じゃあ俺もうさっさと行こう。はいはいはい。マジで、おい、やべ、なに、うん、なんだよ。ボボ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 、どうしたの。チケット、お前一番大事なやつ忘れてた。アメリカで泣くぞ。やばい、これ向こうで気づいてやばい。マジで危ない。やったー、ほんとに危ないわ。浮いて。お前さ、ケツ触るの気持ち悪いって狭いわ。早くしろよ。わかったって。早く。はいはい、よっしゃ。オッケー、行こう。ナオ君へ、アメリカの旅、無事を祈ってます。はしゃぎすぎないこと、飲みすぎないこと、物なくさないこと、あと怪我もしないように。そして何よりたくさん楽しんできてね。ヤス君の分まで楽しまなきゃ、多分ヤス君拗ねちゃうよ。ていうか、なんなら私も行きたかったな。そこに合わせて会社休めなかったからしょうがないけど、私はお仕事を頑張ります。帰ってきたらまた連絡してね。福岡で待ってます。あと、もしかしたら2年ぶりに東京行けるかもだから、そしたら一緒にヤス君に会いに行こう。あの夏の日からもう5年も経ったなんてびっくりだね。これからも仲良くお願いします。すごい突然だけど。ではまた、楽しんできてください、ミッキー。いやー、くたくた、お腹いっぱい。急いで食いすぎなんだよ。はい、これ机に忘れてたぞ。ごめん、ありがとう。お前っていつも酢豚頼むよな。だって酢豚が一番安定じゃん。お前だっていつも生姜焼きだろ。まあそうだな。お前ちゃんと飯食ってんの。なんだよいきなり。いや、お前一人暮らし始めて痩せたし、ちゃんと飯食ってんのかなと思って。え、俺そんな痩せた？痩せたっていうか、こけた。最低でも一日一食は食うようにしてんだけどね。あ、そうだ、智子さんにさ、ちょっとまたお惣菜作ってて頼んどいてよ。久々に食いたいわ。ああ、さっきヤスに会ってくるって言ったら、
ああ、最近ヤス君にお惣菜作ってあげてなかったねって言ってたから近いうちに作ってくれると思うよ。え、マジで？ああ最高なんだけど。てか、ともこさんの料理ってめちゃくちゃうまいよね。そうかな。まさにお袋の味って感じ。いや、お前そんなに困ってるんだったら自分の母さんに頼めばいいだろう。最近連絡取ってないし、そんなん言える感じじゃないかな。行くか。ロイスの新曲聞いた？ああ、ロイスって昔すごかったバンド？そう。全然聞いてねえわ。聞けよ、もうめっちゃいいよ。もうね、ギターのミケもね復活したし。まあやっぱミケがいてこそのロイスだもん。そっか。俺 CD 買ったから今度貸してやるよ。マジ？ありがとう。じゃあ明日の午前中にでも借りに行こうかな。うん、まあいつでもいいよ。てかさ、お前からあのいろんな CD 借りすぎてさ、どれが誰の曲とか全然わかんなくなってきてるわ。何言ってんだ。いや実際ほんと昔に貸してくれたやつとかほとんど覚えてないから。はは？もう何なんだよ。あ、お前にさ一番最初に教えた曲覚えてる？俺ね、昨日それ改めて聞き直したんだけど、マジでやばいよ、マジでやばい。若干8歳にしてあの曲の良さに気づいてしまった俺はもう天才なんだなと思います。 RAM だろ？そう。ああ、あれはさすがに覚えてるけど、あれそんな良かったか？いや、いいでしょ。てか仮に天才なんだとしたらお前がじゃなくてラムがだろ？いや、それはそうなんですけど、そう意地張らずにさ俺の才能認めちゃえよ。なんせ将来はアメリカ横断ツアーをする天才ギタリスト、ヤス様なんだからな。はいはい。お前いつまでそんな言ってんだよ。もうそろそろ就活も始まるんだしさ、現実見ろよ。何言ってんだ。ツアーバスのハンドルはお前が握るんだよ。あ、変な企業とか就職したらぶっ殺すぞ。はいはい。なあ、久しぶりに散歩行かね？散歩？うん。今から？うん。やだよ、久々会ったのし、いいじゃん。いや、だってもう12時過ぎだし、てか雨降りそうだし。お前明日なんか予定あんの？あー、インターン。インターン？真面目か。え、それ早いの？昼過ぎくらいから。全然平気じゃん。いや平気じゃねえよ。電車乗っていかなきゃだから早めに家出なきゃだし、会社の準備もいろいろあるしさ。大丈夫大丈夫大丈夫。ケツ触んないで、気持ち悪いから。団地でコンビニに下げ買いに行こうよ。俺あそこバイト先だから嫌なんだけど。は？いいじゃん別にそんな。そしたらさ、俺ん家の近くにあの酒売ってる自販機あるんだけど。じゃあそこ行こう。俺1時くらいには帰るからな。いや、レッツゴー。おい、よいしょ。お前最近どうしてんの？最近どうしてんのってなんだよ、変な質問だな。いいじゃん、なんか面白いのしないの？最近はずっとバイトだったし。さっき言ってたコンビニ？そう。家近いのいいね。いや、中学の時の友達来るから嫌なんだよね。俺時々あのコンビニ行くけど一回もお前見たことないわ。バイト中にお前に会うなんて最悪だわ。そこまで言わなくていいじゃん。知り合いに会うのが嫌なんだよ。そんな言うんだったらどっか遠いコンビニ働けばよくない？田中さん？田中さん、バイトの。ああ、武田さん。よかった、気づいてもらえた。え、あ、家ここら辺なの？あ、はい。そうなんだ。あ、俺もね、家ここら辺なんだよね。こんな時間に一人で歩いてたら危ないっすよ。お前が一番危ねえよ。友達の家で遊んでたら遅くなっちゃって。なるほどね。
ああ、ごめんね、帰りの途中だったのに突然声かけちゃって。あ、そんなそんな、ちょっとびっくりしましたけど。じゃあ、また。はい。気をつけて。ありがとうございます。じゃあね、バイバーイ。やめろよ、お前。ちょ、何、誰、最近入った子なんだよね。結構可愛いじゃん。確かにね、ういういしい感じで。あ、1年生そうそう。だからやけに先輩ぶってたんだな。いやいやいや、いいだろう、実際先輩なんだから。え、連絡とか取ってないの？いや、取ってないよ。バイト被った時ぐらいしか話さないし。もっとガツガツいけよ。いや、そんな気ないし。てか3年と1年だぜ、うまくいくわけないだろ。いいじゃん、なんかさ、刺激的でさ。刺激的ってなんだよ。なんか3年と1年ってちょっと危ない感じしない？いや全然しないよ、実際いるしな、付き合ってる人。なんか年上が年下を食い物にしてるに見えるんだよね。もう何も知らない純粋無垢な子を真っ黒にしてる感じ。とんだ偏見だな。まあでもよく言うじゃん、男はセックスをするために女を愛して、女は愛するためにセックスをする。性別が違う時点で分かり合えるわけないんだよ。お前、嫌な思い出でもあんの？いや別にそういうわけじゃないよ。ま、確かに、ま、相手の性別だけを考えて付き合ったらすれ違いが起きても当然だよね。と言いますと？あー、だからセックスがどうとか性別がどうとかそういうんじゃなくて、なんかもっと精神的な何かを求めればすれ違いなんてどうでもよくなるんじゃないかなって話。精神的な何かっていうのは、なんだろう、そのお互いの傷を癒し合う的なやつ。いや、それわかんないよ、人それぞれでしょ。でもそんなん綺麗事に思えちゃうけどね。だってそれができないから、なんかこう弱い磁石みたいにひっついたり離れたりを繰り返す人が山ほどいるわけでしょ。全員が全員そういうわけで別れてるわけじゃないけどな。ふん、ま、男も女も動物なんだしさ、考えるのにも限界あるよ。なんかあれだな、お前ひねくれてんな。いっそ猫と付き合おうかな。え？さっきまで雨降ってたっけ？いや、これまた降ってくるやつじゃない？いや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 、全然大丈夫でしょ。コンビニにさ、傘買いに行こうよ。傘？わざわざ買うの？うん。お前、田中さんに会いたいんだな。いや、そんなんじゃねえよ。てか、バイト先じゃねえし。え、結構バイト被ってんの？田中さんと？うん、全然。就活も始まったし、シフトあんま入んないんだよね。就活もバイトも頑張るね。コンビニバイト結構きつい？うん、立ってるだけだし。いやでも、あんな殺風景なところで何時間も突っ立ってるなんてできねえわ。結構楽よ、何も考えなくていいし、ずっと同じことしてればいい。だから嫌なんじゃ。そんなん別にお前じゃなくてもいいわけでしょ。それはそうだけどさ、結局は誰かがやんなきゃだろ。変な使命感抱いちゃう。せっかく学生なんだからもっと遊べばいいのに。もうこれから先仕事なんて嫌になるほどやるんだよ。なんだよ、上から目線で言いやがって。お前こそどうなんだよ、バイト続いてんの？アパートの家賃自腹なんだろ？そうだよ、それがお袋の条件だったしね。
何だったっけ。あ、ラーメン屋のバイトだっけ。あれもうやめた。え、お前またやめたの。大丈夫。いや、ほんと長続きしないな。大丈夫、もう今いたって順調。ほんとかよ。ほんと、もう結構前に日雇いバイトのサイトにも登録しましたし、あれ割と仕事振ってくるからね。あと自分の気分でも働けるし。まあ、やってるようならいいんだけど。あれ、あれ六三公園じゃない。え、あんな感じだったっけ。いや、ここら辺めっちゃ変わったからね。いや、ちょ、行ってみよう。あー、疲れた。いや、結構歩いたな。歩いた。お前、ちゃっかりインターン始めてんだな。まあな、インターン始めておけば就活も安心かなと思って。ヤスはなんかしてんの。俺は何もしてない。てか真面目な話、数年後に自分が働いてるとことか想像できないんだよね。親父が働いてるとこまともに見たことないってのはあるかもしれないし、まあ、そういうのがあるのかも。確かにお前はスーツ着てなさそう。けどさ、考えてみ。もしサラリーマンだったら日中イヤホンして音楽聴けないんだぜ。そうじゃん。それやばいな。やばいよ。ヤスなんて1時間聴けないだけで死んじゃいそうじゃん。死ぬ。うん。ああ、俺らちゃんとした大人になれんのかな。いや、お前大丈夫だろ。気づいたらバリバリ働いて家族とか持っちゃってんの。家族なんてできるかよ。まあ、お前まず彼女作るとこからだな。うっせえな、お前もだろ。いいの、俺はそこら辺の猫と付き合うから。お前も吸う。大丈夫ですよ。俺が吸わないの知ってるだろ。そっか、そうでしたな。さあ、吸う頻度増えてるだろ。金もなくなるし、体にも悪いんじゃねえの。何今更言ってんだよ。ロックンローラー当たるものそんなこと言ってられませんよ。自分の健康だの、未来だの、そんなの考えてる暇一瞬もないんだからね。現実を実際だけだろ。お袋みたいなこと言うなよ。俺だって自分のこと何も考えてないわけじゃないんだよ。ちゃんと計画があるわけだからね。だから俺が言いたいのは、遠い先のことばっか考えて目の前にある快感を逃すのはもったいないって。時々思うんだよね。
もう巨神でもいいなって時が一番生きてるって感じするって。どういうこと？いやだからさ、すっげえなんか楽しかったり、すんげえ幸せな時って、ああもう巨神でもいいなって思うじゃん。確かに。逆にさ、すげえ怖かったり、すげえ辛い時って、逆に行きたいって思うじゃん。そう考えると、千歳って隣り合わせだよ。この前本で読んだんだけど、うつ病で自殺しちゃう人って気分がいい時にコロッと死んじゃうんだって。気分がいい時って？いやだからうつ病の症状がマシな時、普通に笑ったり話したりした時、そういう時に今死のうって思うんだよ。でさっくり死んじゃう。まあ全員がそうじゃないと思うけどね。さっくり死んじゃうか。そもそも死が生の対極であるみたいな、そういう考え方が間違ってんだよ。死は生の一部であって、生は死の一部である。まあ、生が地球で死が月かな。こう生の周りをずっとぐるぐる死が回ってて、夜になると顔を出す。で朝になると見えなくなる。そうかな。仮にそうだったとしても、俺はそんな簡単に死を受け入れられないよ。死ぬんだって考えただけでゾッとするし。確かにそうだよね。俺もこんな偉そうに死について説明してますが、結局死ぬときは信じられないぐらい怖いんだろうしね。死んだら真っ暗なんかな。真っ暗だって思うことさえないんじゃない？そっか。死後の世界とか信じる？まあ割と。へえ。俺は信じらんないんだよね。なんだ夢がないな。え、だって死んだらもう土か灰になるだけじゃん。いやまあ肉体はでしょ。もしかしたらこう意識みたいなのが残ってるかもしんないじゃん。なんか意識っていうかこう魂的なのさ。そうかな。いやまあそんなの誰もわかんないんだけどね。死んだ人に感想を聞くわけにもいかないし。誰もわかんないのが魅力なのかもね。確かに。もしかしたらさ、死んだ後また赤ちゃんから始めんかもね。何それ。いや本当は新しい命なんて存在しなくてさ、もう同じ人の命がただ繰り返されてるだけみたい。ああ、案外あるかもな。ああ、いや入れ物だけは新しくなるんだけど、魂だけは繰り返し。ああ、でも毎回記憶はリセットしなきゃいけない。確かに。え、じゃあさ、時々見るデジャブは消しきれなかった記憶ってこと？さあ。
そういうことにしとこう。その方が夢が。なんかそういう映画あった気がする。宇宙のやつで、なんだっけな、サムロックウィル。ああそう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 。なんだっけな、月になんちゃらってやつ。なん月でだっけな。なんだっけな。でも思い出せない。忘れちゃったな。ロックスターもさ、結構自殺してるよね。え、どうしたの、ロック好きじゃん。いやいや別に好きじゃないけど。ロックスターってみんな同じ年に自殺すんだよ。え、何それ決まりでもあんの。うん、これね、たまたま。え、たまたま同じ年に死ぬの。うん。まあ謎が多いんだけど ね、 もうね、都市伝説化してんの。あ、じゃあ問題、何歳で死ぬでしょう。あー、なんかそういう人たちって早死にするイメージだから、25とか。あ、惜しい。27か。27、一番伸びる時だね。だからでしょ、一気に売れたり人気になったりして、最初に音楽始めた時のそういう感じを忘れちゃうんだろうね。なんかそれ虚しいな。自分で自分のこと忘れるんだろうね。まあ、自殺の寿命だよ。いいな。うん。お前さ。本当に音楽で食っていくつもりなの？大丈夫大丈夫。さっきも言ったろ、先のことばっか心配すんのもったいないって。お前にはちゃんとバンの運転してもらうんだから心配しなくていいぞ。おい、ちょ待てよ。やめろって。おい、
これ大丈夫かな。そろそろ1時だし帰ろう。そうだな。俺これ右だわ。お前んち左っしょ。なあ、ロイスの CD なんだけどさ、うん、俺んちまで取り来てくんない？うん、いやそのつもりだったけど、明日の午前中取りに行くっつったじゃん。そういう意味じゃなくて、今から？じゃあ明日落とせるか心配だな。いやいやいや、なんで？何も問題ないでしょ。俺もう帰って寝たいもん。そっか。ごめん、じゃあいいや。あ、わかった。お前明日朝起きる自信ないんだろ。そういうわけじゃない。じゃあな。なんだよ。じゃあな、明日の朝叩き起こしてやるからな。
よしよし。やっせー、CD 取りに来たぞ。おー、やっせお。お邪魔します。なんだよ、もったいねえよ。やす、朝ですよ。あれ？いねえじゃん。何これ。しよっかな。電話してみっか。
ジであいつ何してんだよ。もしもし、ごめん、電車だったからさっき電話出れなかったわ。もしもし、聞こえてる？なんか買ってきてほしいものあったらスーパー寄るけど。もうすぐ家だから電話切るよ。もしもし、何もいらない？もしもし？何？聞こえない。事故？大丈夫なの？今病院？場所教えてくれたら俺行くけど。もしもし？違うって何が？
お前何ニヤニヤしてんだよ。いや楽しみすぎてさ。なんだっけ、なんてアーティストのライブ見に行くんだっけ。 RAM って言うんだけど、うん、1980年に結成して2007年には殿堂入り果たした伝説的バンドなんだよ。いや結構前から好きでさ、いやこの目で見られるなんて信じらんねえな。へえ、 RAM か、あんま聞いたことねえな。え、俺ラムの話してなかったっけ。ああ、そうだ、アメリカから帰ってきたらラムの CD 貸してやるよ。いやこれ送ってくれたお礼もあるし。分かったから、とりあえず落ち着けって、今運転中だから。てかそれ今聞けないの。聞けるに決まってんじゃん。お前 CD なんか持ち歩いてんの。当たり前よ、いつでも持ち歩くよ。マジでさ、お前音楽ほんと好きなんだな。なんか大学のゼミ行くたんびにさ話聞かされてたの懐かしいわ。お前音楽なくなったら死んじゃうんじゃない？